アメリカ合衆国の女優。憤慨する神経過敏な社交界の名刺を最高の説得力を持って演じた。オハイオ州ノーウッドでアイルランド人の血を引く両親のもとに生まれる。父親は工業用ダイヤモンドのディーラーであった。15歳の時にバレエのレッスン代を捻出するためにシカゴのナイトクラブシェパリーでダンサーを始め、1949年には ブロードウェイのミスリバティプロダクションのダンサーとなった。また、シカゴのプロフェッショナルスクールで演技も学んだ。1951年1月8日、エンターテインメント業界で注目の人物としてライフ氏の表紙に掲載された。ワーナーブラザースとの契約により、ジョーン・クロフォード主演の映画、グッバイ、マイ・ファンシーのバージニア・メリル役で初クレジットされた。 推しも押されもせぬ大スターのクロフォードは若手女優を軽視し、この作品におけるルールの仕事を困難にさせたが、数年後クロフォードはルール宛に存在に扱ったことを謝罪する手紙を書いた。ワーナーとの契約はわずか2本の映画出演の後に解消された。彼女は1950年代初頭の映画スタジオにおける女性の美に対する姿勢に悩まされていた。 報道によると彼女は1957年に、私は自分の個性を奪われるのが怖かったので、メイクアップや理髪師と戦っていて、宣伝部の悩みを理解していませんでした。と語った。1953年、ウィリアム・インジのピクニック・ブロードウェイ初演で無垢な美女、マッチ応援ス役を務めた、ポール・ニューマンのブロードウェイデビュー作でもあった。この舞台に打ち込んでいたため、 はとばで、エヴァ・マリー・セイントが演じた、イディアクを辞退した。ヘッタ・ホッパーは1966年の、ロサンゼルスタイムズ誌で、私はついた映画を撮ることもできず、夜の舞台を務めることもできず、両方で最善を尽くすことができないことが分かっていましたという彼女の言葉を引用している。出演した他のブロードウェイの舞台には、ザ・フラワー・リング・ピーチ、ザ・ハピエスト・ガール・イン・ザ・ワールド、 マイケル・ V ・ガッツォのナイト・サーカスがある。1958年上演のナイト・サーカスは一周しか続かなかったが、3人目の夫となるベン・ギャザラと出会う。1950年代出演した映画には、エーウーマンズ・デボーション、西部劇、西部の3人兄弟、魔女ギリアン・ホロイドの魔法により出版社である婚約者、シェパード・ヘンダーソンを失う女性マールキット・リッチを演じた、 美役などがある。テレビでは、西部劇ドラマ、西部のパラディンで、リチャード・ブーンのデビューエピソードでもある、スリーベルズ・ツー・ペルディードで主要な役ナンシーリードを、務めた。チェックメイトのエピソード、ザ・マスク・オブ・ベンジェンスに出演し、クロリス・リーチマン演じるマリリン・パーカーのルームメイトで、あるエレナ・ナルドスを演じた。また、トワイライトゾーンのエピソード、灰色の影にも出演。 ルート66では3つのエピソードに異なる役で登場。デビッド・ジャンセン主演の逃亡者では、再び片腕の男と、夜は壁の中にの2つのエピソードで、バーバラ・ウェップとバーバラ・ウェルズの2つの役を演じた。1964年、ユルブリンナーと2度目の共演となる、西部劇映画、ガンファイトへの招待に主演した。その後の映画で演じた役は、 逃亡地帯のエミリー・スチュワート、サイレンサー、待ち伏せ舞台で悪役の実機重によって、楽しげに服を脱がされるシーラ・ソマーズ、泳ぐ人では、バートランカスターに連れなくする、元恋人、ロバート・アルトマン監督の、三人の女のウィリー・ハート、コスタ・ガブラス監督の政治スリラー映画、ミッシングで、ジャーナリストのケイト・ニューマン、アメリカン・フライヤーズのケビン・コスナーの母親役、などがある。 1956年にファーリー・グレンジャーと短期間婚約していた。彼らは1955年にブロードウェイの舞台ザ・ケア・フリー・ツリーで共演していた。ついで、ナルフ・ミーカーとの関係が続いた。ミーカーは舞台ピクニックで春を演じていた。1955年、テレビ、映画の脚本家であるエヌ・リチャード・ナッシュと短期間結婚した。 二度目の結婚は1956年、やはりテレビ、映画の脚本家、ロバート・ソムトであった。彼らは1961年に離婚するが、ケイト・ソムという娘が生まれた。最後の夫は1961年に結婚した俳優のベン・ギャザラであった。1982年に離婚するが、エリザベス・ギャザラという娘が生まれた。1960年代、彼女は、 精神分析学に興味を持つようになった。1973年に正式に勉強を始め、特に仲間である俳優たちの治療に専念し、10年後にロサンゼルスの南カリフォルニア精神分析センターで PhD を取得した。彼女はニューヨークとロサンゼルスで開業し、2003年に脳内出血で死亡するまで時折治療行為を続けた。 死後、亡骸はダビンに付された。彼女の遺族は、娘であるケット・ソム・フィッツ・ジェラルドと、映画編集者のエリザベス・ギャザラ、姉妹である、カリフォルニア州、オセアノのキャスリーン・ルール、カリフォルニア州サン・マルコスのアンネーダー、ニューメキシコ州ラスクルーセスのエミリー・フォーブス、および兄弟であるスペイン・マヨルカ島のラルフが残された。ありがとうございます。